Thank you.
まさか全員行方不明になってるなんて。嫌な予感的中だな。自発的に消えちまったのか、それとも拉致されちまった。現時点では情報が少なすぎて、どちらの可能性も考えられますね。失踪した4人については氷山の一角かもしれない。クロスベル市全体ではかなりの人数が失踪している可能性。ええ、一体どれだけの人たちが消えてしまったのか。どうするロイド、一人一人を探すってのはさすがに難しそうだぜ。ああ、こちらの手が圧倒的に不足している。こうなると上からの圧力で一課が動けないのが痛いな。でしたら二課のドノバン警部に相談してみてはどうでしょう。以前手伝った貸しもあります。いや、難しいと思う。ダドル捜査官がわざわざ支援課を頼ってきている以上、二課にも圧力がかかっているはずだ。なるほど、確かに。となると広域防犯課も状況は同じでしょうね。警官隊のマンパワーが使えればすごく助かるのだけど。はい、特務審。おい新米ども、まさか何かしでかしたんじゃないだろうな。え、もしかしてその声は。もしかしてもな、お前たちルバーチに何かちょっかいをかけなかったか。いえ別に。現在は薬物捜査の方に専念していますから。あ、何かあったんですか。あったも何も、連中の事務所が何もしてないなら構わん。そのまま捜査を続けていろ。ダドリー捜査官から何かあったの。いや、なんだそりゃ。露骨に怪しいですね。ルバーチ商会で何かあったんでしょうか。可能性は高そう。これ言ってみるしかねえんじゃねえのか。そうね、抗争には関わるなって釘は刺されているけど、失踪者にマフィアが絡んでいるなら大義名分は立つのではないかと。なあ、ルバーチ商会に急ごう。時は普段より多かったし、争って。ああ、もしかしてヘイユへのデュー。どうしたの。静かすぎます。建物の中から人の気配が感じられないくらいに。正確には一人中にいるようですが、それ以外は全然。どうなってやがるんだ。中にいる一人というのはダドリーさんの可能性。よし、念のため中を確かめてみるか。え、一体ルバーチェめ何をしようとしてる。お前たち、やっぱり中にいたのはダドリーさんでしたか。おいおい、一体どうなってんだよ。首を突っ込むなと言ったばかりだろうが。お前たちは薬物捜査の方に専念している。お言葉ですが、そんなことを言ってる場合でしょうか。やっぱり中に誰もいないみたいですね。先ほどから大声で呼んでいるが、誰一人として出てくる気配がないかと言って争った形跡があるわけでもない。一体どうなっているかこちらが聞きたいくらいだ。確か一課はルバーチェの動向を監視していたはずですよね。マフィアたちがいつ消えたのか把握できていないんですか。昨晩警察本部に犯行予告が届く。クロスベル空港に爆発物を仕掛けるという予告だ。爆発物。そんなことが。急遽一家の人間が集められ、空港での
警戒に当たることとなった。それで監視が引き上げた後に消えちまったってわけか。怪しいですね。その爆発物の予告はどこ。さてな、上の連中も一体何を考えている。どこまで警察の誇りを踏みにじるつもりだ。ダドリー捜査官、いずれにしてもこのままでは何が起きているのか把握することすら困難です。ここは建物内部を一通り調べてみませんか。おい、警察とルバーチの微妙な関係はもちろん自分も分かっています。そのリスクも承知しています。ロイド、だったらなぜそんな無謀なことを言い出す。それどころではない状況になっている可能性が高いからです。昨日から今朝にかけて明らかになったことをお伝えします。その教団の話は聞いたことがあるが、てっきり壊滅したものかと。いや、しかしことは人命に関わる話です。おいおい、自分一人で責任をかぶろうとしてんじゃねえよ。私たちも付き合うわ。支援課が取り潰されたとしても見過ごせる状況じゃないもの。ええ、一蓮托生です。みんなその強引さ、ね、違法捜査による証拠物件は法的な証拠能力を認められない。連中がどんな証拠を残していても見て見ぬふりをする必要があるぞ。それは今必要なのはこのクロスペル市においてそれを見極めることですから。一丁前の口を聞く。だがそれが分かっているならせいぜい足手まといにならないようついてくるがいい。ね、その見逃してくれるだけでは。この状況、お前たちのようなひよっこどもに任せきりにできるとで。今からお前たちには私の指揮下に入ってもらう。全ての責任は私が持つ。反論は許さん。ダドリーさん、やれやれ。やはり照れ隠しの一種ではないかと。へえ、うるさい。まずは建物内を一通り捜索し、異常があればすぐに報告しろ。はい。
ここは前に通された大瀬。無駄に豪華な調度だよな。ま、リオちゃん、何か、ええ、前に通されたこの部屋、何か仕掛けがありそう。仕掛けのある気配、どういうことだ。何か機械的なギミックが存在しているよう。すみません。いや、ティオスケの見立てに外れはありえねえだろう。なあ、あれ調べてみろ。はい。これはキヨスケの勘的中だ。なんか差し込み口みてえなの。何らかの鍵の差し込み口ではないかと。両方解除したら何か起きる。よし、なんだか不思議。誰かここの方を持って行ったのかし。いいえ、どうやら感圧特定の重さの物体を置いたら。おいおい、どっセキュリティの。だったら話は早い。それらしい重りがないか。わかりました。この台座は、うん、他の金属に。ルバーチの資産力なら本物があってもおかしくないはずだけど。
よし。しかしまあ、随分と趣味的な仕掛けだな。なんで普通の鍵にしないんだよ。しかも結構なミラがかかっている仕掛けですね。おそらく丸子、目新しくケレン味のあるもの。付き合わされる下の人間は。ここは古い建物を改修した場所みたいですね。一家の推測によれば、連中の武器庫になっていると目されているエリア。実際に中に入るのはこの可動音は。何か来ます。気をつけてください。何？なんだか機械でできてるみたいだけど。詮索は後だ。来るぞ。負けられない。ええ。任せてくれ。やっと。私の番です。えい。おっしゃ。自立式のオーバーマペット、財団でも研究されていますが、実用化されていない兵器ですね。噂では例の結社とやらが運用しているそうですけど。エステルたちが言ってた謎の犯罪組織ってやつか。その兵器がどうしてここに。まさか結社の存在をお前たちが知っているとはな。それじゃあダドリーさんもご存知だったんですか。当然だ。リベールでの異変については一家は独自に情報収集している。さらに半年ほど前、その結社の兵器なるものが闇に流れたという噂があった。真偽は不明だったが、ルバーチェが入手していたとはな。そんな話があったんですか。もしかしてマルコーニ会長が趣味で手に入れたものとか。ああ、いかにも奴が好きそうなガラクタだ。
もっとも戦闘力は大したもののようだ。しかも今ので最後というわけでもなさそうです。やれやれ、簡単には進めなさそうだな。先制可能、始めましょう。よし、えいっや。さて、そこ私の番です。えい、敵集団撃破しました。俺の番だな。やっと。はい、そこです。任せろ。ふん、私の番ね。そこ、さあ先を急ぎましょう。スイッパの始めましょう。アイソー、チャンスです。皆さんお願いします。アイソー、分かったわ。そこです。そこを受け、敵集団撃破しました。行くぞ。えいっと。はい、えい、行くぜ。ふん、さて、はっ、行くぞ。任せろ。俺の番だな。セット、これが俺たちの力だ。始めましょう。ああ、任せて。行きます。そこです。よし、やっと俺の番だな。ふん、さてと、えい、任せてくれ。やっと、任せろ。ああ、まあこんなもんかね。
行きます。えい。おっしゃぜい。任せてくれ。セイト。さて、そこ。私の番でそこです。任せて。そこ。よし、エイト。行くぜ。ちょろいぜ。今だわ、みんな行くわよ。アイサオッケーです。Yeah! Ha!
生可能。始めましょう。俺の番だな。やっ、やっ、任せて。そこ、なんとかなったわね。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりやすい。よし、えいっ、今だわ。みんな、行くわよ。お、了解。はい、そこ、そこ、うん、やっ、ここです。上出来かしら。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりやすい。さてと、やっ、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケー、はい、さあ、わかったわ。と、あっ、はっ、やっ、はっ、これが俺たちの力だ。
任せてくれ。セイハ、気合を入れろ。おっしゃ、ふん。まあこんなもんかね。私の番で、あ、任せてくれ。よっしゃ、おっしゃ、ずい。まあこんなもんかね。よっしゃ、畳みかけるぞ。今だわ、みんな、行くわよ。オッケーです。アイサー、ああ、はい、ふん、いや、ふう、なんとかなったわね。データ収集を開始します。行きます。えい、行くぜ。ずい、よし、せい、はっ、
私の番です。あ、俺の番だな。始めましょう。みんな行くわよ。おう、ああ、オッケーです。さあ先を急ぎましょう。始めましょう。はい、チャンスです。皆さんお願いします。わかったわ。レイキャン、
いデータが取れました。私の番です。あ、俺の番だな。ずい。まあこんなもんかね。任せてくれ。さてと、そこです。行くぜ。ふう。さて、はっ。さあ、先を急ぎましょう。おっしゃ。これで終わりだ。暗い。悪いな。行くぞ。セイト。さて、はっ。行きます。行くぜ。これで終わりだ。暗い。悪いな。さてと、あ、任せろ。ふう。俺の番だな。よっ、いや、これが俺たちの力だ。
押せないっす。行くぞ。俺の番だな。ふん。はい。行くぜ。任せて。私の番です。俺の番だな。はい。私の番ね。任せてくれ。行くぜ。ふん。ちょろいぜ。私の番そこです。俺の番だな。ずい。俺の番だな。いやいや、任せて。そこ。さてと。任せてくれ。よっしゃ。おっしゃ。ずい。任せろ。ずい。
かかってきやがれ。俺の番だな。行くぞ。始めましょう。大丈夫だわ。今だわ。さてと、あ、敵集団撃破しました。敵接近、狙い撃つわ。任せてくれ。
ずいぶん大きな鍵だけど。ええ、応接間の銀。これは、それは文字の入、おそらくパスワードの思わせぶりな鉄格子もあるつうか露骨に、うん、適当に入力書き置きでも残してやればなん。そうですね。
これは。ああ、俺も愛読してるホットショットのパラパラ。おお、眼福眼福。ダンディ、まあ、まったく。あれ、今何かページに挟まっていなかったか。おお、メモが挟まこれってもしかして下の部屋のパスワードのメモでしょう。ええ、よかった。あと凝った仕掛けの割にはちょっと浮かず。あんなグラビア誌に大事な情報を挟んで、すぐに侵入者に見つかっちまうじゃねえか。普通の侵入者はグラビア誌をパラパラめくらないと思い。まあ、どんな。行くぞ。ええ。間違いないだろ。捜査令状さえあれば片っ端から調べるんだな。そうですね。おい、何かいる。あれは魔獣。ち、片付けろ。速攻で蹴りをつける。よし、俺の番だな。ジー、任せて。そこ
はい、そこです。しかもクロスベルじゃ見かけない種類だ。今のはリベールに生息する飛び猫に似ていたわね。でも確かそんなに手強くなかったはずだけど。奴らのビジネスに魔獣の密輸などもあったはずだ。例の軍用犬同様する。魔獣の密輸ってそんなの需要が。物好きな資産家相手もちろん大抵の。やれやれ、とんでもねえ。つうか他に。どうやら簡単には先に進めなさ。よっしゃ、畳みかけるぞ。さて、行け。行きます。あ、よし。やっや。俺の番だな。ずい。まあ、こんなもんかね。
任せてくれ。えいっと、私の番です。そこです。おっしゃ、俺の番だな。行くぞ。よし、もう大丈夫だ。行きます。えい。おっしゃ。ずい。任せてくれ。やっと。私の番ね。そこだ。甘いっすよ。私の番です。そこです。任せてくれ。セイハ。よし、もう大丈夫だ。今だわ。みんな行くわよ。アイサー。オッケーです。よかった。かかってきなさい。俺の番だな。ずい。俺の番だな。えいっと。行きます。あ。敵集団撃破しました。任せろ。ふん。よし。セイハ。はい。そこです。
私の番です。えい、行くぞ。やっと。おっしゃ。ふん。ちょろいぜ。私の番、えい。任せて。よし。セイディア。任せろ。気合を入れろ。任せて。俺の番だ。えいっと。
よし、もう大丈夫だ。行くぞ。セイト。任せて。そこ。はい。えい。おっしゃ。行きます。あ、任せて。はい。俺の番だな。甘いってろ。気合を入れろ。先生可能。私の番始めましょう。さてと、そこです。任せろ。よし。やっと。はい。えい。行くぞ。やっは。まだまだいける。かかってきなさい。俺の番だな。みんな、よし、先に進もう。おし、上げていこうぜ。はい。俺の番だな。そこだ。
しよう。私の番です。これで応接間のギミックを。
私の番です。えい、任せてくれ。エイティア、行くぜ。ぜい、気合を入れろ。私とバッタゴー。はい、あ、行くぞ。やっと、これが俺たちの力だ。バックを取られた。気をつけろ。任せて。そこ。さてと。えい。よし。エイディア。任せろ。ずい。任せて。そこ。敵、続けてくるわ。さてと、そこです。任せろ。ああ、私の番です。行きます。えい。行くぜ。任せてくれ。よっしゃ。任せてくれ。行きます。そこです。良いデータが取れました。集団との戦闘を開始。任せてくれ。やっ、任せて。はい、えい。データ収集終了しました。気をつけて。お返しよ。任せて。そこ。はい、えい。よし、セイティア、これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりやす。今だわ。みんな、行くわよ。了解。オッケーです。キャッシュ、キャッシュ。そこです。はい、えい。データ収集終了しました。
行きます。それ上がってきやがれ。任せてくれ。さてと、そこです。データ収集終了しました。任せてくれ。みんな一旦引くぞ。ダメか。俺の番だな。とっととずらかすんじゃまたな。開始します。任せてくれ。それ。任せてくれ。エニグマ駆動。さてと、エニグマ駆動。
ら。
始めましょう。はい、そう。ということは、はい、私の番ね。さてと、あ、行くぞ。やっ、やっ、ここだ。私の番です。えい。任せてくれ。えい。は。行くぜ。ふん。しかも足跡を見る限り頻繁に使っていそうだけど、マルコーニあたりが機器として使ってるんだとなると、この先が奴の資質か。そういや会長室とかそれっぽいのはなかったよな。この先に何か手がかりがあるかもしれませんね。よし、